の。オラーテレシャカ。かわいい。いい。いい、せーの。オラーテレシャカ。オッケー。オラーテレシャカ。せーの。オラーテレシャカ。はい。緊張したかも。せーの。オラーテレシャカ。はい、もう一度お願いします。ナイスナイス。もう一回、せーの。オラテレシャカ。いい、せーの。オラテレシャカ。せーの。オラテレシャカ。Perfect. Okay. 分かってたら言ってね。Okay, what? So should I just say yes and no? And just say what city names do you know from Mexico? Okay, Mexico City. Oh, of course. Yeah. Oh, really? That's where he's from, actually. Cancun. See, I thought you can wait. And what else? I know some of the cities, but I can't remember quite. No. Okay, here's can you another. Give me hint? Tijuana. Tijuana. That's probably like one of the most famous ones. Mm. No, but here's one question for you, and because I'm actually having a baby, and our baby's going to be half. Mm-hmm. Half Nihonjin, half Mexicojin. What do you think that would be like for a baby to be half Mexicano, half Japanese? What do you mean by that? Do you think it'll be difficult for a baby to be half Mexicojin here in Japan? Maybe. It depends on like what school he or she is going to be and depends on what kind of environment. Because sometimes Japanese people think like gaijin or gaijin. And that's what I'm afraid of. But some people distinguish Japanese from like gaijin or half and I don't know, it might be difficult. Because I worry about discrimination though, because he's half and I'm afraid that maybe people will treat him different because he's not full Japanese, he's going to be half. I think so. It's going to be okay if he can speak Japanese fluently though. But still, maybe people would say, oh, you're half, so like you look cool or something like oh, that. Oh, really? Yeah. 面白い. Yeah. Ask the city again. Mexico の都市の名前知ってますか？一つだけ知ってる。何？リオネ。合ってるよね。リオネ。じゃ。合ってるよ。合ってる。合ってる。もう一回言って。なんて名前？リオネじゃない。やんないよ。そう違うじゃない？ちょっと違う。ねえ、リオ。リオデジャネイロ、ブラジル。ブラジル。ちょっと待って。メキシコ。メキシコでしょ？うん。あのサタコスとかなんか。あのサッカーのさなんか。タコスは食べ物なんだ。サッカーのなんだ。じゃどこだ？リマ。リマ。リマはペルー。リマペルー。おいしいの、その近いんだけどね。出てこないんだよ。ま、これだけ待っていきます。キャネットの宿題にしておいてくれ。宿題宿題アサイメント、ホームワーク。メヒコってなかったかな。メヒコ都市はね、メキシコシティがつくシティ、が首都。あ、そうなの。首都なの。それ、メキシコシティ。メキシコシ、メキシコシティって言えばよかった。すごい。都市で知ってる名前ってありますか？カンクン。おお。すごい。カンクン、OK。あとなんだっけ。And any other one that you know? あ、他になんかあります。ここの。ごめんなさい、あと出てこない。すごい、カンクン。Raising child. で今私もすぐ生まれるんですけど、メキシコ人と日本人のハーフの子供を日本で育てるのっていいと思います。日本で育てることってどう思います？ですか？すごく可愛らしい子が生まれてくると思います。Did you get? Okay. I need to just show. Please. Okay, just. It's.
Yeah, what did she think? この人がメキシコの、ミスユニバースで2010年に世界ミスユニバース、ワールドユニバースになったんですけど、この人綺麗だと思いますか？あ、見えます。She said yes. Do you think she's pretty? Ah, okay. Just tell her to say please hi, hi to the channel. このチャンネルの名前がテレシャカっていうチャンネルなんですけど、オラっていうのがスペイン語でこんにちはっていう意味で、ただテレシャカって最後に言ったんですけど、男の子なんですけど、日本でハーフの、メキシコ人と日本人のハーフの子供を育てることっていいと思いますか？いいと思います。どうして？どうして？どうして？どんなところがいいかな？両方の文化に触れられる。うん。He said he can touch, he can learn both culture here and there. Please show him. あと最後なんですけど、この人がメキシコのミスユニバースで2010年、2年前に、世界ミスユニバースに選ばれた人なんですけど、この人綺麗だと思いますか？思います。じゃあ彼だけに質問なんですけど、もしこの人がいたらデートしたいと思いますか？彼女の前です。失礼なんですけど。同じ人です。同じ人です。同じ人でちょっと違う写真。なんかこういうところがいいんじゃないかっていう理由とか、日本で育てるのはこうだからいいみたいな。へえ、やっぱりいいと思うけど、まああんま、あんまあれですよね。事件とか少ない。ああ、平和です。That's true. And please ask her too, though. どう。いや、聞いてくれっていうね。いいんじゃないですか。She's saying. No, okay. メキシコ人のヒメナっていう人なんですけど、綺麗だと思いますか？はい。とっても綺麗。で、彼だけの質問なんですけど、同じ人なんですけど、もしこんな人がいたらデートしたいと思いますか？はい。Quick. He didn't even think about it. Ask him what advice. Mexico City, is that right? Yes, Mexico City. Yes, that's right. Is there anything else? なんか日本の方が安全そういう、セーフ、じゃあ最後にこの人が2010年のミスユニバースになったメキシコ人のヒメナさんの、綺麗だと思いますか？はい、綺麗だと思います。そうですか、旦那さんは。じゃあ旦那さんだけに質問なんですけど、はい、同じ人なんですけど、こんな人がいたらデートしたいと思いますか？したい。日本で育てることどう思いますか？ハーフの子供いいと思います。どうしていい？別にハーフでも別に悪いとかいいとかないと思うので、日本で育てるなんかメリットみたいなのがあるかなって思って。それを今これ撮ってる、そのままなんかこんなことっていう。日本は治安の他の国よりも絶対いいとか、セーフ。Yeah. Show him Jimena. あともう一つ、この人が2010年、2年前のミスユニバースになった人なんですけど、どう思いますか？可愛いと思います。あ、この人男の人？女の人は、ね、メキシコ人の、メキシコの代表で世界一になってミスユニバースになった人なんですけど、可愛いと思いますか？綺麗、綺麗。じゃ彼だけに質問なんです。同じ人なんですけど、はい、こんな人がいたらデートしたいと思いますか？いや、でも俺、この子がいるんで。very, very good. だいぶ、very good. I just told him to say hi to the channel. タコス、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 タコス。Everybody say that. タコスに、あれ。この人が、
この人がメキシコのミスユニバース、2010年にメキシコの代表になってミスユニバース世界で1位になった人で、姫野さんって言ったんですけど、綺麗だと思います。すごい、すごい、すごい。